トポシテは、グアテマラのペテン県東部、ヤシュハコの中の島にある、古代マヤ遺跡。タヤサルと並んで、中央マヤには少ないアトコ天気の遺跡の一つである。テオベルトマーラーによると、トポシテという名称は、ユカテコモで中空の種をつける干木を意味するという。トポシテ諸島は、ヤシュハコに浮かぶ三つの小さな島であり、東にある最大のトポシテ島、中央のパシテ島、 西の寒手島から構成される。ただし、遺物は大部分がトポシテ島に限られる。トポシしテには先古天気後期から古天気前期にかけて人が住んでおり、おそらく北の野手派に従属していたが、古天気後期に一旦衰えた。現在見られる建造物は五古,古天気後期に作られたものであり、床丹半島の五古,古天気の遺跡と共通する特徴を持つ。 人形の形をした航路も床端のものと共通する。石碑は古典機構機に作られたものを古典機に再利用している。トポシテ遺跡は1831年にフアンガリンドによって初めて報告された。その後、1904年にテオベルト・マーラーがトポシテの写真を撮影し、地図を作成した。1950年代からウィリアム・アール。 ブラード・ジュニアが詳細な調査を行い、ご個天気候機の遺跡であることを明らかにした。ありがとうございます。